白ひげの息子たちは白ひげ海賊団だけだって。ガータン、ガータン、おで白ひげの息子だよな。シゲシロイシ。そうだよ、あんた。白ひげ海賊団はただの家族ごっこさ。世界最強の海賊白ひげの血を引いた実の息子はお前だけなんだよ。 それで私は白ひげが愛した女。しっかり押し、この私の宝物。見てよ、母さん。これをご覧。え、鏡か。違うよ、白ひげの写真だよ。なんだ、鏡かと思ったドン。 こんなに似てて親子じゃねえわけねえだろ、バカだね、全くこの子は。ああ、母さんごめんよ。だが、許すよ。Because I love you。母さん。さあ行くよ。あんたのやるべきことを言ってごらん。忘れた。 不死鳥マルコをはじめとする白ひげ海賊団の残党ども探し出すのさ。そしてぶっ取るんだよ。あんたの父ニューゲートが残したはずの莫大な遺産は奴の実子のお前こそが正当な相続人だ。うーん、ほうかほうか。うーん、うーん、うーん、ほうだ。 でも、おでは、やっぱし仇を討つぞ。父さんを殺した黒ひげを、おでは、ぶっ殺してやるんだぞ。絶対に許さねえんだぞ。バカだね、仇討ちなんて流行らないよ。1ミリの得にもなりゃしない。金だ、金。遺産を相続するんだよ。うーん、そうだね、母さん。ん？ どうしたんだ、母さん。ドフラミンゴがやられたよ。ん？またあいつだ。ガープの孫だね。頂上戦争じゃマルコたちがやつを守ったって噂も。じゃあマルコのこと知ってるかもしれねえ。締めに行く？